憑依現象に悩まされていた母親の除霊に行った家族。どうやら除霊が成功したようで、すっかり元気になった母親に安心した家族。帰りの車内、明るい雰囲気の会話が続く。果たして悪霊は立ち去ったのであろうか。怖かった。あれは怖いね。みんな多分あれは怖いと思うわ。すごい怖かったよ。ごめんね。どうしようと思って。でも大丈夫、もう戻ったわ。よかった。なんかすっきりしてるもん。もう深夜3時とかに暴れたりしない？もううるさくしないでね。頑張るっていうか、頑張るも何もないんだけどね。でもね、本当にね、なんかあの先生が言ったことをね、スーってこう入ってきたから、なんか先生にしか分かんないことがなんかあったみたいだね、やっぱり。ね、私はちょっと分かんなかった。え？なんかおかしいの。何？大丈夫？ちょっと待って。うん。何？どうした？ポケット入れて。え、どうした？ダメそうだよ。おい大丈夫？大丈夫？ちょっとお分かりいただけただろうか。母親の後ろで死霊が何か囁いているのを。ダメそうだよ。おい大丈夫？大丈夫？ちょっともう一度ご覧いただこう。暴れる母親のすぐ後ろから何かささやくような女の霊が現れた。この霊が母親を操っているのだろうか。あるオフィスでの会議中に資料動画を流そうとしたら、なぜかこの動画と差し替わっていたのだという。
しかし、この動画がどこから来たのかは誰もわからないのだそうだ。これは迷惑メールに添付されていた意味不明な映像である。見たところかなり古いデータであるような感があるが、何とも形容のしようのないこの映像。とりあえずご覧いただくのが話が早いだろうか。お分かりいただけただろうか。この理解しようもない映像の存在を。もう一度ご覧いただこう。何やら気味の悪い映像の断片が切り貼りされたこの映像、呪いを念写したビデオというおなじみのホラーがあるが、そのような類のものだとでも言うのだろうか。これを見た人の身に何事か起きないことを祈りたい。